ロマサガ2といえば人魚イベント、人魚イベントといえば風ですが、リメイク版ではどうなるのか試してみました。苦労の末人魚役を手に入れ、いざ海の中へ。有泰治も正直人魚に会うためだけのこと。回想シーンで魔女からの注意喚起、3回使うと戻れないので世界を思う皇帝なら2回まででしょう。ぐっとうなずくハール・ファブル。覚悟を決めたこの眼差し、きっと大丈夫でしょう。ではリメイク版人魚イベントをお楽しみください。私に会いに来てくれたの？一緒に踊ればあなたの気持ちは伝わるわ。さあ来て。来てくれて本当にありがとう。またいつでも会いに来てね。と、まさか人魚に会いに行こうって言うんじゃなかろうね。じゃあ気をつけな。また来てくれたのね。嬉しい。あなたと踊っているとなぜだか胸が熱くなるの。ありがとう。またあなたに会える日を楽しみにしているわ。とても楽しかったわ。さようなら。私のためにそんな。後悔はしていない。結果、リメイク版では風はありませんでした。残念。アバロンのダニ発言は残っても風は変更されたようです。まだ続きがあります。パールナを新皇帝に任命し、再度マーメイドに向かいます。人魚にまた会えるのか会えないのか、胸躍るパールナ。歴々の皇帝の力と記憶をと、これは新クラス踊り子ですね。人魚役3回使った場合のみ仲間になるのかは分かりませんが、このルートで仲間にできることが確認できそうですね。ありがとう。よかったら
あちらで話しましょう。私の家は代々踊り子か船大工、どちらかを生業にして生計を立てているの。あなたは皇帝と踊り子の言い伝えを知ってる？昔この町の踊り子のダンスに魅了された皇帝が、その踊り子と添い遂げるために全てを捨てて遠い地に旅立ったそうよ。私も町を出て外の世界を知りたいの。砂漠の古代遺跡、海底に沈んだ海賊船、東方の岩窟寺院、この目でいろんなものを見てみたい。でも生まれてから一度も町の外に出たことがないから、本当はちょっと怖いんだ。あなたが皇帝陛下様？これはきっと運命の導きね。いいわ、勇気を出して外の世界へ、陛下についていきます。強引なパールナですが、無事仲間にできました。能力は器用さが高く、証券や弓向きみたいですね。ごきげんよ。水の厚さ、ネレイドも仲間にすれば人魚パーティーの完成です。終わり。